皆さんこんにちは、ヒカルです。さて、動画もね、前回からの引き続き羽幌町のね、市内をぐるぐるちょっとこう観光がてら回ってるんですが、どうやらね、この近くにこう羽幌町でもね、美味しいハンバーガー屋さんがあるとね、聞いたんでね、今こうポチポチ歩いて目的地に向かっています。そうですね、なんかね、まあ、ただ食レポしてはいおしまいっていうのも、何かちょっと味気ないんで、ちょっとね、今から、POV の方に切り替えて、まあ歩きながらね、この街のこととか、ちょっとオズオンポケットのことなんかをね、話していきたいかなと思っています。それじゃあカメラを切り替えていきましょう。さあカメラを切り替えました。それじゃあね、ちょっとまず羽幌町の話なんですがね、羽幌町ってこう北海道の北部の西海岸にある小さい町で、一応これは留萌管内に入るのかな、でかつてはね、北海道でも有数の炭鉱の町だったんですが、今はもうちょっと炭鉱はやってないみたいです。町の総人口は7035人とね、非常にね、小さい町ですね。今僕はちょっとこの町の中心街を、歩いているんですが、ちょっとね、なんかこう寂しい感じがしますね。こうね、横の方とかこう見てみると、お店とかはほとんどこうシャッターが、閉まってる状態です。そうそう、オズモポケットなんですがね、今ね、こうやってオズモポケットを使いながら、話してますけどもね、ちょっとね、オズモポケットを使い続けて分かったことがあります。確かにね、これオプションパーツをね、いろいろつけて、機能を追加できるにはできるんですが、結構ね、その度にあのワイヤレスモジュールをね、外したり、GoPro 用のね、マウントを外したりとね、ちょっとその、まあ、一人で、ね、歩きながらこんな風にやってるんだったら、多分全然、ね、誰にも迷惑はかかんないと思うんですけど、もしね、これ人と歩いていたりとか、ね、友達となんかこうね、喋りながら観光してる時にはね、結構難しいかもしれません。断るごとにちょっと待って、ちょっと待ってっていう感じで、ね、あのガチャガチャ外してバッグから、ね、なんか自撮り棒を出したりとか、三脚出したりとかね、あのケースに入れたりとか、まあ、充電したりと、何かとね、あのそう、いろいろと付け替えることができる反面、その付け替えに時間がね、それなりに、取られてしまいます。でさっきもね、ちょっと POV で撮影したんですけど、 POV もね、そのクリップをね、バッグのね、ショルダー部分にね、取り付けて、でなんかネジ回して、でオズモポケット取り付けて、ワイヤレスアダプター取り付けて、で設定してってことを結構繰り返さなきゃならないんで、なんだかんだ言ってね手間になってきました。いや、ずっとね、 POV で撮影し続けるならいいんですけど、こうシーンごとに結構いろいろ撮影方法って変わるじゃないですか。まあ、ちょっと自撮りをするときは画角を稼ぎたいから、でちょっとこう自撮り棒をつけたりとか、そういったときにね、結構手間になることがありましたね。これはちょっと使い込まなきゃわからなかったことです。最初はね、いろいろとオプションパーツいっぱいあっていいかななんて思ってたんですけど、実際こう、なんていうか、実践形式っていうんですかね、こうやって手に持ちながらこう観光しながらってなると、少しこの辺は考えた方がいいかな。決してね、オズモポケットもこうめちゃくちゃ万能なカメラっていうわけではないので、その、まあ、オプションパーツ持っていっても2つか3つでいいと思います。別に POV 撮れなくてもね、手に持ちながらでも全然撮影はできますし、まあね、片手は塞がっちゃいますけど、なんか別にそれでね、絵が撮れないっていうわけでもないですからね。ワイヤレスアダプターもね、ほとんど今回はワンポイントでしか使わなかったんで、これも絶対にいるかって言われたら、ちょっと微妙でした。一番ね、実は使用頻度が高いオプションパーツはね、このコントロールホイールですね。いや、僕直接ね、手にオズモポケットを持って、まあ、コントロールホイールで操作してるんですが、これがね、やっぱあるとないとじゃ大違いですね。ふうに僕こうやって歩いてるときは固定モードでやってるんで、左右はね、体をちょっと傾ければね、いくらでもアングル変えれるんですが、上下に関してはそうはいかないので、コントロールホイールがね、あると非常に、便利でした。さあ、そんなこんな言ってるうちにお店に着いたんですけど、
これね、どう見てもお店はやってなさそうですね。これ入り口にめっちゃ雪溜まってますもん。あれこれはんやってないよねこれ絶対。うん、そんなちょっと残念ですよね。なんかね、この上のスペシャルバーガーとか食べたかったんだけどないやでももうやってないならね、しゃあないですね他の店を探しましょう。あもう、本当やってないかなあれ実はなんか移動販売車でしたみたいなオチはないよね。まあまあ仕方ないですね。ぽちぽちまた歩いて、ね、街の風景でも撮りながらなんか喋ろう。そうしよう。でさっきはなんだっけ、コントロールホイールの話をしたんですっけね。そうそう、あのね、今こうやって手に持ってるんですけど、こう微妙なね上下の調整をできるんで、これはね本当買って損はなかったです。あとはそうですね、あの画面がやっぱりね1インチで非常にちっちゃくてね、もうあの見ながら撮影は一応できるっちゃできるんですけど、ほとんどこれは参考程度にする感じですかね。あの実際に家に戻って映像を見てみるとね、だいぶ価格がね違ったりするんで、これやっぱ慣れが必要かな。オズオポケット本体でもね、16対9の画角に設定はできるんですけど、それでもなんていうか完璧に何だろう画面を表示できるわけではないんで、そこはね使い込んでいけば慣れるのかなと。まあ、そこまでガチガチに撮るねカメラでもないと思うんで、結構歩きながらこういうふうに風景とかをだらーっと映しながら喋るって使い方が向いてるのかな。そしてね、今ブラッと歩いてたんですけどね、なんとねここコープ札幌あるんですね、店舗が。へえ、稚内にはねあのトドックはあるけど店舗はないんですけど、羽幌町はねここ店舗あるんですね。へえ、これはちょっと意外でした。そして生協の後ろにはこれダイソーですね。あすごい、100円ショップもある。へえ、なんかね、ちっちゃい町だからこういうのがないのかなって思ってたんですけど、いや別に悪い意味じゃないですよ。でもね、こうやってダイソーとかもね、ちゃんとあるんですね。そしてね、今気づいたんですけど、この町のね、街灯ですかね、これがね、なかなかこう、おしゃれな感じでいいですよね。でね、この、これ見えるかな、この看板にオロロン町の里って書いてるんですけど、あれオロロン町っていう、こう鳥みたいですね。あのこう羽幌から少しあの海の方に行った時に八木尻島とかっていうちっちゃい、ね、島があるんですけど、どうやらねそこに生息している、鳥のようです。最初僕見た時これペンギンか何かかなと思ったんですが、なんかね話ではこうカラスの仲間とかっていう風に聞いたことがあります。そしてちょっと歩いた先にはこれベスト電気ですかね、羽幌店。電気屋さんもあるんですね。なんていうかこう昔懐かしのこう街の電気屋さんって感じがして、なんかねこう雰囲気あっていいですよね。偶然入ったね蕎麦屋さんだったんですけどね、結構ねここ美味しかったですね。ちょっとね天ぷらが品切れっていうところでね少し残念だったんですけど、それ以外の柏蕎麦とかね食べたんですけど、すごく、味もね良かったです。割とこう羽幌とかでねこれから稚内に行くっていう人はここでねこの蕎麦を食べてみてはいかがでしょうか。ご飯もね食べ終わったんで、そろそろね、車に戻って家に帰りますかね。元はといえばね羽幌町に来た理由は、あの家からね一番近いセブンイレブンまで
車でねどのくらいかかるかっていう趣旨の、動画だったんでね、それで今ここにいるんですが、改めてこうねここをぐるっと回ってみるといろいろとね、発見があったりとか、さっきはねこの前の動画なんですけど、道の駅にね行ってみたりとかいろいろあって楽しかったです。ただ観光シーズンではなかったんで人がね、少ないのが少しね寂しい感じは、したんですけどね、これは仕方ないでしょう。ここまでこの動画を見ていただき、ありがとうございました。今後もですねこういった感じでね北海道のいろんな場所を歩いて、映像とかをねどんどん撮っていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。